少しダークでかっこいいロリータ、ゴスロリというファッションをご存知ですか？このゴスロリは欧米のゴシックファッションと日本生まれのロリータファッションをミックスしたスタイルです。ゴスロリの色合いはこんな感じ。全体的に落ち着いた印象で、黒を基調としたダークな色使いのアイテムが多いですね。ゴスロリの柄は無地はもちろん、教会や寂れた西洋墓地、それからバラの花やコウモリなどの少し陰鬱とした大廃的なモチーフが好まれています。ゴスロリのスカート丈はこれくらい。ゴスロリと一口に言っても、甘めのものからダークでかっこいいものまで幅が広いです。甘くカジュアルであるほど丈が短く、ダークでゴシックな雰囲気だと長めの丈が多いですね。だいたい一丈くらいでしょうか。ゴスロリのコーデを組むときにお手本にできる方は、なんといってもゴスロリ界のレジェンド、マナ様ではないでしょうか。ただマナ様のようなスタイルをいきなり取り入れるのは、初心者さんには少しハードルが高いかもしれません。昔のビジュアル系みたいなハードなメイクはちょっと、という方はポイントメイクに少し暗い色で不健康な印象の色を使用して、大敗的な印象にしてみるといいと思いますよ。このチャンネルでは、ロリータファッションに興味のある方に向けた分かりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方は、チャンネル登録、高評価をお忘れなく。以上、カラスマアリスがお伝えいたしました。